おはようございます。11月27日金曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。今日9時の予想天気図となっています。今日は北日本では冬型の気圧配置、また関東沖の低気圧や中国エリアの日本海側にありますこちらの低気圧の影響で雲が広がり、雨が降るところも多くなりそうです。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。北日本は冬型の気圧配置となります。特に東北エリアや道エリアを中心に雪が降りやすく、内陸部などでは積雪に注意が必要です。また各地雲が広がるところが多くなりまして、あまり気温が上がりません。暖かくしてお過ごしください。関東エリアは雲が広がりやすくなります。低気圧や湿った空気の流れ込みにより雲が広がります。にわか雨の可能性がありますので、外出時は折りたたみの傘があると安心です。また昨日と比べても大幅に気温が低くなりますので、暖かくしてから外出するようにしてください。そして中国エリア沖にあります低気圧の影響で次第に雨のエリアも拡大していきそうです。中国エリアですと雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。ざっと強まる雨や雷雨、突風、あられなどにもご注意ください。一方、太平洋側や近畿東海エリアなど日差しが届くところは多くはなりますが、近畿や東海エリアも夜遅くになると雨が降る可能性がありますので、お帰りが遅くなる方ほど雨具があると安心です。朝晩と昼間の気温差にはお気をつけください。以上、全国のお天気をお伝えしました。